オッケー、あっちー。今回はですね、たった5回体を変えるために海外ではメジャーな腹筋メニュー、フロッグスイマーを紹介していきます。効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。1種目5回、初級中級上級と3つ紹介しますんで、自分のレベルに合ったものをやってみてください。どんなメニューかって言いますと、簡単に言ったらこんなイメージ。絵が下手すぎて死ぬ。今回のメニューのいいところが、反り腰が治り、腰痛が改善されて、腹筋が鍛えられて、姿勢が正しくなるので、お腹がスッキリして、骨盤を開く運動も加わってますので、反り腰や下半身不足解消にもぴったりです。実は最後にスペシャルメニュー、1種目入ってます。じゃあまずね、いきなり腹筋メニューやったら、腰が痛くなったっていう人がね、増えたら大変になりますから、まず腰のストレッチをやります。上向いてね、両足抱えた状態で楽にキープしてください。腹筋が弱かったりすると、やっぱり腰に力が逃げてしまったり、あとはお腹に力を入れようと思って、首に力が入ったり、いろんな原因が出てきます。タートルもね、何度かね、ぎっくり腰やらかして、本当に歩けなかった時あったんで、ちゃんとね、こうやって腰のストレッチは確実にね、やっときましょう。腰が痛くなると腹筋できなくなりますからね。よし、いいですよ。ポイントは、1回につき1呼吸をしてください。お腹に力を入れるときは、息を吐いた方が力が入りますから、必ずね、間違っても吸いながら、お腹に力を入れないようにしてください。まず初級編は、足を開きましょう。これで股関節がね、改善されて、むくみがね、下半身太り解消に良くなります。そしたら、万歳しましょう。腰の隙間をペタッと埋めながら、手を振って、ぐっと置きます。ここで体をまっすぐにしたら、万歳。で、また手を前に伸ばして腰をつけて戻る。これを息吐きながら5回いきます。自分のペースでいいです。もし上がれなかったらね、2、3日続けたらできてきますんで、まずはやってみましょう。5回いきますよ。スタート。ふーっと息吐きながら。1、戻るときはできるだけゆっくり戻ってください。2、ふーっと吐きながら。4、5、はい、OK です。今のができたよっていう方は中級にチャレンジしてみましょう。一回やってみますね。足を少し持ち上げて、この状態で起きたら足をついて万歳、足を浮かせて戻る。これを5回です。やってみましょう。息吐きながら起き上がりますよ。はい、スタート。ふー、1、2、その調子、3、4、5、 OK。 これね、腹筋も背筋も全部使われてるんで、めちゃくちゃおすすめです。さあ、上級編、ちょっと難しくなるよ。足を伸ばして浮かせます。こっから起きたら膝を曲げて、伸ばす、曲げる、伸ばす。ちょっとややこしいよね。見ながらやってみて。いくよ、スタート。1、2、3、4、5、 OK。 どう？できた？コメントで初級1、中級2、上級3、数字だけでもいいんで教えて。じゃあスペシャルメニューやっていくよ。寝た状態で手を合わせて万歳。頭を少しね、二の腕で挟むイメージ。この状態で足を伸ばして、足を下ろすときに体を起こして、このまま転がる。やっていきましょう。これね、潜水艦っていう腹筋メニューです。30秒、最後できる範囲でいいんでやってみてください。いきますよ、スタート。頑張って。もし辛い人はね、足高く上げて、できる人は低い位置。
転がるだけ。手も足も遠くに伸ばして、うおー、30秒だけ、うおー、だけー。やってみてどうだった？みんなコメントで教えてね。よかったら SNS でシェアしてください。こんな腹筋あったよってね、たくさんの方に教えてあげて。あっつー、もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。